オクラホマ集会議事堂と、油性オクラホマ集会議事堂は、アメリカ合衆国オクラホマ州の州都オクラホマ市ィに立地する同州議会の議事堂。現在の庁舎は2代目のもので、石灰石とオクラホマ産の見か石を用いて作られ、1917年に開庁したが、当時は予算不足及び第一次世界大戦による資材不足のためにドームなしで建てられた。 ドームは鉄筋コンクリート造りで2000年に建設が始まり2002年に完成した。庁舎は1976年に国家歴史登録罪に指定された。議事堂の西ウイングにはオクラホマ州議会,会会員の議場と事務所が、また東ウイングには州議会上院の議場と事務所がそれぞれ置かれている。オクラホマ州最高裁判所と州知事室は庁舎の2階に置かれている。 州監査役、州水道役、州司法長官等の事務室は1階に置かれている。また、庁舎内には、博物館、カフェテリア、理髪店もある。議事堂の敷地には、並木道が縦横に走り、州知事官邸、州政府の各機関の庁舎、非政府機関の建物をはじめ、博物館、図書館も置かれている。また、議事堂は、オクラホマシティ油田の真上に立っており、 敷地内には油性がある。オクラホマ最初の議事堂は、現在のオクラホマシティ北港のガスリーに建てられた。1889年4月22日正午、オクラホマ入植の解禁を告げる合法がなると、白人たちは一斉にオクラホマに駆け込んだ。わずか6時間の間に、最初の準州都となるガスリーには1万人もの白人が入植した。 その後1ヶ月も経たないうちに、ガスリーは、市営水道、電気、公共交通手段、馬車用の地下駐車場を備えた、レンガ造りや、石像の建物が立ち並ぶ都市へと発展し、クイーン・オブ・ザ・プレーリーと呼ばれるようになっていた。1907年に、オクラホマ・ジュン州が、インディアン・ジュン州と合併する形で州に昇格すると、ガスリーがそのまま最初の州都になった。 やがて1910年6月11日に、全州での投票により州都は、オクラホマシティに移された。二代目の庁舎となる、オクラホマシティの州会議事堂の建設には、州内のマンハッタン建設会社が携わった。建設は1914年7月20日に始まり、州知事、リー・クルースの指揮下で進められた。この議事堂は1917年7月1日に、開庁した。 完成した庁舎は6階建てで、延べ床面積は3万7千平方メートルを超えていた。もともとこの庁舎は他州の多くの議事堂同様にドーム付きで建設される予定であった。しかし、建設時の予算不足及び第一次世界大戦による資材不足のためにやむなくドームなしで建てられた。ドーム建設の実行可能性調査は九百九十年代に、 入って、ようやく行われ、2007年のオクラホマ州昇格100周年プロジェクトのマスタープランに盛り込まれた。ドームの建設は2100万ドルの予算で2000年に始まり、庁舎の完成から85年遅れとなる2002年11月16日に完成した。ドームの上には、元オクラホマ州議会上院議員で、後にセミノール族の長となる。 ネイティブアメリカンの芸術家エノック・ケリー・ヘイニーの手によるオクラホーマのネイティブアメリカンの伝統を示すザ・ガーディアンという銅像が建てられた。ありがとうございます。